はい、どうも社畜です。まだチャンネル登録を済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、本日はですね、取り返しのつかないことをまとめたので、そちらの方をご紹介させていただきたいなと思います。まずですね、プレイヤーの名前は前作同様変更できない可能性が極めて高いですね。あとはですね、キャラ名となるプレイヤーの名前はパスポートやフレンドリストにも表示されるので、ここに関してはね、慎重に決めた方がいいですね。たまになんとなく決める方がおられると思うんですけど、ここに関してはね、マジで取り返しがつかないから、初めてやる方はよくよく考えた方がいいかなと思います。はい、次、今作は前作までと違って北半球と南半球を選ぶことができます。で、北半球と南半球で何が違うかというと、季節が真逆になるんですよ。要するに何が言いたいかというと、まあ夏なのに雪が降ってるみたいな極端な話、そういった形になってしまうんですよね。そしてですね、最初に北半球を選ぶと途中で南半球に変更できない可能性がございます。逆もしかりで、最初に南半球を選んでしまうと途中で 北半球に、まあ、変えることができなくなる可能性が今ね、指摘されておりまして、もしそうだとするとかなりね、慎重に選ぶ必要があるかなと思っていて、まあ大半の人が北半球だと思うんですけど、迷ったら北半球でいいのかなと思っております。はい、次、地形ですね。まずですね、今作はこの4択の中から1つ選びます。まあ、移住先の島を選んでくださいと書かれているので、おそらくね、見たらわかると思うんですけど、この地形なんですけど、最初に選んだ地図でもうずっとね、固定されてしまうので、途中で変更することはもちろんできません。だから慎重に選ぶ必要がありますね。ただ今作に関しましては従来の作品と違いまして、島クリエイターツールっていうものが使えるんですよ。これが何なのかというと、まあ、自由に地形を変えることができるんですよね。まあ、それこそ川の形を変えたりとか、まあ、川を増やしたりとか、なくしたりとか、崖作ったりとか、本当ね、様々なことできるんで、まあ、詳細については先日動画上げているので、そちらの方をご覧いただければなと思います。ただ現時点では地形の厳選はする必要があるかなと思っておりまして、それがなぜかというと、川とかは自由に作ったりとか消したりとかすることがもちろんできるんですけど、まあ、池や滝に関しても同様ですね。ただ河口部分に関してはどうやら壊すことができないみたいなんですよ。まあ、厳密には増やすこともできないし、消すこともできないし、ずっと固定みたいなんですよね。なので河口の位置に関してはしっかりと確認する必要があるかなと思っておりまして、まあ、自分の作りたい島の理想と、まあ、合致しているのかどうか、そこをね、当てはめていく必要があるかなと思います。あとはですね、砂浜エリアに岩がちらほら見えると思うんですけど、ここに関しては完全にランダムみたいなので考えていく必要があるかなと思っております。はい、次、飛行場の位置になります。こちらの位置も途中で変えることができないみたいなので、ここの位置もね、まあ、変じゃなければいいと思うんですけど、一応ね、頭の片隅には置いとく必要があるかなと思いました。次、案内状になります。家は自由に動かすことが今回ね、できるっていうことを判明しているんですけど、ただ案内状に関しては移動することがどうやらできなさそうなんですよ。あくまで現時点ではそのように今言われてますね。まあ、僕もそのように考えているんですけど、だからまあ基本的には案内所の近くに、まあ、家を建てたりとか、あとは他の施設も建てていくことになると思うので、案内所の位置はね、下手したらこれ一番重要になるんじゃないかなと思ってますね。やっぱり全ての中心になるのが案内所だと思ってるんですよ。ここはね、正直相当考えて決めた方がいいと思ってます。はい、次、特産品のフルーツの話になります。特産品に関しましては変えることが途中でできないので、例えば最初島に来た時にリンゴがなってたとしたら、もうずっとね、その島の特産品はリンゴということですね。だからまあそんなフルーツにこだわりある人ってあんまいないと思うんだけど、まあ頭の片隅にでも置いといてもらえればなと思いますね。ただまあ優先順位に関してはそこまで高くないのかなと思ってます。あとですね、すみません
さっき言い忘れてました。名前も前作同様変えることができないと、まあ、先ほど申し上げたと思うんですけど、島の名前もおそらく変更できない可能性が強いですね。だから例えば最初に、まあ、シュガートースト島っていう名前をつけたら、もうそれがもうずっと続いちゃうみたいな、途中で変更することができないと。だからね、島の名前は結構ね考えてつけた方がいいですね。まだ発売まで少し時間があるので、もしねまだ決まってないよって方がおられましたら、今のうちに決めといたらどうでしょうか。あとはですね、ベストフレンド機能についてですね、こちら変更できないのか変更できるのか、そこが最近ネット上で噂になってるんですけど、現時点ではできるみたいですね。まあ常識的に考えてできますよね。できないってどういうことみたいな。一度ベストフレンドになったらもう解除できませんみたいな、普通のフレンドであれば解除できるけどベストフレンドできませんよみたいな、まあ、そういった話にならないと思うので、そこに関しては大丈夫かなと思ってます。さらに地面とか草に関しても変更できないかもしれないと今ねネット上で噂になっているんですけど、そこに関しては正直わからないですね。ただ島クリエイターツールで、まあ、地面を加工することができるから、まあ、そこまでこだわる必要あるのかなとは思ってはいるんですけど、正直分かってないですね。あと草の形が今作に関しては何個もあると思うんですよ。ただまあどうなんだろうね、あれはランダムかなとは思っているんですけど、正直そこに関してはまだ情報が出回ってないので買ってみないと分からないですね。はい、次に逆に取り返しのつくところってどこっていうところに関して短時間話をさせていただきたいと思います。すでに画面に出しているのでご存知かもしれませんが、今作は髪型と顔を変更することができるんですよ。これに関しては前作までできませんでしたよね。これかなりでかいなと個人的には思ってます。ちなみに1点補足になるんですけども、家に鏡やドレッサーを置くといつでも好きな時間に顔や髪型を変えることができます。まあ、正直ね髪型に関してはわかるんだけど、顔を変えられるってどういうこと、やばくないか、もう整形化け物みたいになるんだけど大丈夫それ。いや冷静に考えてやばいっすよね。はい、次島クリエイターツールですね。先ほど申し上げた島クリエイターツールはこのような形のものになります。まあ、おそらくこの動画を見ている人の8割か9割ぐらいは知ってるんじゃないかなと思うんですけど、基本的にライセンス制になっておりまして、でこのライセンスに基づいて、まあ、いろいろな工事をできると、まあ、そういったご認識をしていただければなと思います。で河川の工事であったり崖の工事もできて、かなりねすごいんですよ。まあ今作の目玉みたいなそういった機能になっておりますね。ちなみにさっきもちらっと言ったんだけど、これで地面に道路を作ることができるので本当にすごい。今までだと手動で獣道では作らないといけませんでしたからね。あとはマイデザインか、本当にあれ大変だったからね。いやー今作は、まあ、だいぶ楽になったなと思いましたね。はい、ということで以上で取り返しのつかない話終わらさせていただきたいと思います。最後に総括をすると、まあ、島の名前と、まあ、自分の名前は、まあ、絶対事前に決めた方がいいというところと、地形に関しても取り返しのつかないところが何点かあるので、そこを押さえて何度かマップを見てどれが一番いいのか慎重に決めた方がいいのかなと思いましたね。後から変更を聞かない点もあるから本当にそこは気をつけた方がいいと思います。はい、ということで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。そしてですね、最後におまけになるんですけど、ウリの言っているこのバッチャンっていうのがかぶり場のことを指してます。いやー良かったですね。正直今作かぶり場全く触れられることないんじゃないかと思っていたんですけど、いやー意外なところで出てきましたね。ちょっと和んだわ。はい、ということで終わっていくので、まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもあつ森の実況、最新情報、話題になっていることを取り上げて動画にしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。